ちなみにちょっとファーストキスとかって どこでやっぱお家かな。いや、お家ですかね。お家ですよね。気になる、どこ。お家の中でも場所がちょっと聞きたい。ソファーなのか玄関でね、こう入った瞬間にもうたまらずやってるのか。大丈夫です。 YouTube 誰も見てないんですよ。見てるでしょ。ソファーじゃないですか。いやなんか私はカリナちゃんの恋愛の感じが全く想像できないから、ね、なんか可愛いワンちゃんみたいな、なんか感じじゃないですか。カリナちゃんって普通どんな感じですか、二人でいる時の。いや、あんな感じです。あのまま、あのままです。この間ね、ビッグショットあってね、めっちゃ落ち着いて、もう張ってるんで、ね、あーもう三千ですから、めっちゃ痛いよって、やっぱ二つやっぱ痛い、落ち着いて、なんでやろうかって、何やろ、やっぱ張ってるからかなって言ったら、心臓二つあるからかな。心臓2つあると思ってた。びっくりしてた。そうだろ、心臓2つはないぞ。どうせまたもう真顔で言ってるんでしょうね。心配しながら。いや、さすがカリナ。びっくりしました。一緒に呼びは、ナブションです。あーちゃーなんでやろ、大事にしたかったんかな。そこでナブしたんですよ。で、ナブして歩いたら、いや、ナブしてないと。家のどっかに歩いた。いや、それがナブしたら言うの。で、また勝ったんですよ、たっかいたっかいやつ。また同じやつで。いや、違います。もっと高いやつ。もっと高いやつ買った、はい、で、またわざとなくしたって言ってもう一回買ってもらおうと思ってるんちゃうかな。私だったらそうしていくけど。ちなみに何て呼び合ってるんですか。僕はカリナで、向こうは本並さん。今も今も二人の時はケンケンって呼んでますけど。あ、二人の時はケンケンって呼ぶんですか。はい、はい、かわいい。あ、でも関係はワンちゃんも飼ってますよ。飼ってます。その名前はね、なんで覚えてる。嘘でしょ。死んだ犬の話してるんちゃう。今生きてる犬の話してるんですよ、私。何やったっけ。アンズとアスモモ。スモモ、アンズとスモモ、はい、すごいセットで覚えやすいやつやったんですよ。